どうも、おはこんばんにちは、ホビドバです。バットマン、アーカムオリジンズ、プレイ再開していきたいと思います。さて、このキラークロックの住処っぽい下水道に来たところからですね。出てこないのかだろうか。おっと、あっちはいけないな。何これ、ピカピカしてるんだけど。上か。クロック。よし、進むか。なんだこれ、目が痛いぞ。These are black masks, men. Not the kind of guys I'd expect to find running around in the sewers. そうだね。あいつ若干強いやつなのかな。それとも空手キットを見たばっかりなのかな。違う、バットだ。お、本当に言いやがった。こんにちは。バッツはお好きですか。おお、だがカウンターならこちらもできるぞ。カウンターボタンを押したんだけど、あれやったのかな、合ってたのかな。勝手にああいう技になったって感じ。先になんかエキスパートさんたちを倒してしまったけど、多分あいつら強かったんだろうな。強やさ武闘家。チャレンジマップ、オーバーフロー。チャレンジマップがだいぶ出てきましたね。後々消化しに行きましょう。トレーニングチャレンジのロックを解除。武闘家エキスパート、リンチに合うパターンだ、間違いない。ここにもやはりというかあれがありますね。まあ今は取れないからいいでしょう。リグモのやつか。あそこだな。あれ凍ってるのか。ならいけるな。せいやった。あれ？よかった。バツ？バツ？こう、いるね、バツ。ああ！なぜない。いけるはずだ、お前ならバツ。ああっと、ほら、いけたいけた。おーっと、よし、とった。ああ！よし、いいよ。今は何もなかったぞ。何もなかったからな。あれ？爆弾っぽいものの上に時計が仕掛けられてるってね、明らかにね、まあいいや。まあいいや。俺は何も見てない。えい。危ねえな、こんなところで。せっかく時計が置かれてるんだからね、時間待とうぜ。ここ。そうだね。フラグは回収しないとね。あれ、何もなかったぞ。ダメか。OK。なんだ、あれは。帰りかな。地下で雨が降ってるわ。そうか。こぼれてるのか。わかった。どこ行けばいいんだ。わからん。アルフレッドから水には可能な限り沈まないでください。後でめんどくさいんでって言われてるから気をつけないとな。さっき若干使ったけどね。嫌がらせだって、おーということにしておこう。ちょっとコンボ食らったぞ。こんにちは。やあ。OK。次はどこ行けばいいんだ俺は。ここら辺にもエニグマのやつがありますね。あれ、後々回収するの面倒そう。可能なら今取りたいけど、まず無理だろうな。あそこにいるな、変態が。ダメか。しようがない。だって、俺は一体どこ行けば。あそこ割れそうじゃね？なるほど。久しぶりだな。こういう移動するのも。で、どこだ？ここではないな。どこだ？あの中のことかな。どうやって行く？あれか？さっきのやつ取りに行きたいんですよね。まあ、今はいいでしょう。
本編進めようぜ。あそこに明らかに引っ掛けて飛べるところがある。やった。何の食べかは分からないけど、そして狙えない、終わった。うん、ボタンがあったら押さないとな。なるほど、これで止めたからあそこに引っ掛けることができるってことかな。うん、できない。バツ、多分できる、多分できるってバツ。黒のターゲットロック、ダメか。バツ、こっちからはダメだろうか。あれはおそらく引っ張るやつだよね。もう出てないけど多分間違いない。あ、そいで、それでおいちゃんは何をやればいいんだい。うん、あそこにあるな、遠隔黒。よし、オッケー。こんにちは。おっと、ビドラーのなんか仕掛けがあるぞ。ビドラーかどうかはわからないけど、ちなみにいつもリドラーリドラー言っていますが、エニグマのことですよ。こちらだとなぜかリドラーって出てないんだよね。エニグマって出ちゃうんだよね。なんでだろうね。なるほど、あそこ行けってことだな。わかった、任せてくれ。てかあそこ行かないといけないっぽいな、普通に。てっきりあのエニグマのデータバンク回収のためにだけに行くのかなーと思ったんですけど、ことはないぜ。ああ、うん、うん、ごめんアルフレッド。あいつ絶対あの変態は何考えてるんだろうなーって思ってるでしょうね。すいません、俺もわからないです。あ、こんにちは、失礼しますよ。すいませんね、さっきはみっともないところをお見せして。いや、ちょっと寝てて。ここかで、ここら辺に、うん、ここにありますね。普通にドアを開けた先かな。ここか、うん、多分ここの中だろうな、これね。よし、合ってた、よかった。また下水道に来なくてはいけないことになるとアルフレッドに怒られてしまうな。お、何気にレベルが上がったぞ。必要かどうかわからないが取っておこう。バトルのターゲットを複数選択できる。狙った時には、ね、表示マークがつく。うん、OK、 これで3つか。こっちも取らないとな。そうしたやつが一匹いるな。 DCPG トレイン、うーん、こちらはでも行けなくないか、場所的に。だよな、爆弾があるということは後で爆発して道が開けるのか。 I'm under the GCPD. Why are black masks men planting explosives here? The cops have always been on his payroll. なんでだろうね、バッツ。でも警察署を丸ごと下に落とすとか爽快そうじゃね。俺だったらネタでやりたいから。あいつ中央のやつ当てられるか、これで。あんまり自信がない。に落としとこうぜ。やはりか、もうちょっと粘ってればな、もう少しコンボができたんだがね。さて、このスイッチを押さないとな。うん、こいついい感じに引っかかってるな。ダメか、当たらないんだね。そういえばあの HP が切れてるやつらには、うん、当たんない。多分これもちょっとバグってる感じだからな。ガクガク震えていますね。おお、手が心霊現象や、心霊現象が起きとるで。手首がとんでもないところに。まずあれなんとかしないと。ああ、見なかったことにしよう。あ、こんにちは。ああ、
おーっと、銃を使っている変態がいる。それは困る。おっと、あら、もうアウト。あ、1回のカウンターでは何もならないですね。面白いな、こいつ。やべ、でも今倒しに行くことはなかったな、あれは。逆に1回で落ちたぞ、あいつ。どうなっているんだ。はい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 、いい、オッケー。なんだあのカウンターは。お、武器が。チキショー、少し待て。すぐお前の相手をしてやるつもりだったんだが、先にやらせてもらおう。よし、なんかよくわからないうちに終わったぞ。どこ？あ、これか。任せてくれ。その前に。おほう。いい仕事して。Alfred, confirm we now have access to the National Criminal Database. Connection confirmed. あと、アルフレッド、この目の前にあるハンバーガーのケースの中に。まあダメだな、多分ハエが飛んでるから食べられるかなと思ったけど、おそらくアウト。ほほ。DNA tells more of the story. But here's something the police overlooked. Roman Sionis owns the Gotham Merchants Bank. なるほど。And he installed biometric security only he could access. ふむふむ。なるほど、さっぱりわからない。Alfred, I have enough information to solve the Lacey Towers case. Here's what happened.ありがとう、バッツ、説明してくれるんだね。By now, Gotham PD thinks Roman Sionis is dead. A casualty of a turf war. Murdered by the Penguin. But I know better.Someone spooked Sionis' girlfriend. So he sent her to his safe house. Not at all. Anything but safe. Sionis showed up later. Ready for trouble. And found it. Or so it's... 俺がジョーカーさんだったのかな? Roman's always been paranoid. That's probably why he's lasted this long. He'd sent in a decoy.Giving himself the element of surprise, but it wasn't enough. なるほど。There was a fight. Sionis lost. The killer didn't hesitate to shoot the decoy, but he wanted Roman alive to access the cash stored at the Gotham Merchants Bank. With Sionis under control, all that remained was to tie up loose ends. But it wasn't the fire that killed Sionis's girlfriend.What kind of a monster forces a man to kill the ones he loves? Joker にしか思えない。The Joker. ですよね。He's the shadow I've been chasing. And now I know where he's going next. Gotham Merchants Bank. もう、罰を追いかけてる人とかも関係ない状況だよね。ジョーカーがいるってことは。あいつらほっといてジョーカーを追いかけようぜ。Alfred, see if you can find any information on someone named...The Joker. かなりイカれた人ですよ、バツ。俺ちょっと心当たりがあるんだけど。Not much, but he's taken Black Mask hostage. Hostage? So Sionis isn't dead? I don't think so. From what I can tell, he's worth more to the Joker alive. The Joker wants to use him to break into the Gotham Merchants Bank. I'm on my way there now. ここに誰かがいたらバツが挙動不審になってることを指摘してくれるのだろう。よし、進むか。ここにでももう一つあれがあるな。ベータパック?あー、向こう側かな。うん。このまま進んでいいんだよな、多分。エクシットって書いてあるけど。まだ本格的に出るわけではない。オッケー。うん。なるほど。セキュリティパネル。で、どうするんだ?これは。セキュリティパネルは、爆破じゃないのか。なんだろうね。
明らかに何かをやらなきゃいけない的なあれだけど。うん、ちょっと待ってね。出た出た。ウィンテックが開発したなんじゃらかんじゃら。このセキュリティパネル、市の建物あるためにゴッサム中に使われている。オッケー。一体でもどうするんだろうか。かく乱装置は当然だけどない。うん。よくわからないな。何かこれを解除する的なものありましたっけ？ないよね。この、結局、おー、間違えた。沸かしとこう。これか。高電圧の、なるほど。つまりまだ無理ってことかな。これは。オッケー、残念。また近い来ることになるぞ。やったね、アルフレッド。仕事が増えるよ。君がクビになることはそうそうない。まあ、アルフレッドをバッツがクビにすることなんてありえないですけどね。なるほど。また来るんだな。間違いない。あ、こんにちは。すいません、下水に戻ってもいいでしょうか。あと誰だか分かるんだけど、これ送ってきたやつ、前回のシティのミッションで出てきたやつですね。ハッターですよね。そうですか。二人でって、そんな危険なところに行けるか。あ、行きますよ。あ、大丈夫ですよ。なんとかします。アリスかどうか知らないけど、名前の最後に少女って書いてあったら、とりあえず助けに行こう。視聴者の皆さん、バーバラさんには内緒だよ。ジャービスを倒しアイリスを救出する。 OK、 任せてくれ。なんだかよくわからないが助けに来た。帽子、ヤカギですよね。帽子屋さん、マットハッターだからね。 OK、 ここはこれだけなのかな。皆さん、マットハッターのところ行っていいですよね。オッケー、行ってくる。どこだ？ここか。Greetings and salutations, Batman. 知らん。お前の話など知らない。行けるかな？ここからもう。ワープができないな。なぜだ？戦闘中になっていくんだろうか。おーっと、飛びすぎた。というかだ。なぜだ？飛べないな。メインストーリー出てなくない？出てます？どっかに。あ、出てるか。なんや、ならいいんだ、ならいいんだ。俺はてっきり出てないと思って。オッケー、そっちも行くさ。任せて。あそこではない。どこだい？あれじゃないの？多い！何あれ？どういうこと？あそこだよね。多くないかい？なるほど。警察と通常の人が混ざってるってことか。両方やりますよ。やればいいんでしょ？やばい。次やったと、えいよー、失敗。オッケー、これはやられるフラグなんじゃないか。いい、オッケー、アウト。こんなに人数がいるんだから、ちょっとかっこよく倒したいけど、俺のテクニックじゃ無理だ。あった。とっとっとっと。はい、はい。はいはい、頑張ります。どうも。おーっと、危ね。いい、俺アーカムシティやってた時の方が戦闘うまかったんじゃね、もしかしたら。
ああ。いいカウンターとか知らん。おーっと。あっちの方で喧嘩やっとりますが、知ったこっちゃないさ。おっと。こんな感じでいかがでしょうか。ネット。あっと。いくな。あ、人数減らそうぜ。思い切り外したぞ俺。しまんねえな本当に。おっと、外したところで。バットに関するネタを一つ言おうかと思ったんだけど、やめとこう。怒られるからな。心の中にそっと止めておこう。そろそろワープができるんじゃないだろうか。なぜかできなかったからな。どうなんだ？無理か。どういうこっちゃ。バットウィングの燃料切れだろうか。まあ、今明らかに通り抜けられなさそうなところを通り抜けたけど、まあいいでしょう。嘘だろ？もう向こう岸まで飛んでいかないといけないのか？しょうがないな。なぜかファーストトラベルが使えないからな。ストーリー上の何かでファーストトラベルが使えないのかもしれないですね。向こう側へ行くと何かが、イベントが起きるとか、の可能性がありますね。ただ今作、なぜか、変なバグが多いんですよね。PC 版だけなのかどうかはわからないですけどね。が多いので、もしかしたら、それの可能性もなきにしもある。しかし、前作だとバグがほとんどなかった。やはり、制作しているところが違うからだろうか。個人的にはバグを楽しめているから全然問題ないけれど。いやー、ほんと、前回のグラップリングが使えなくなったりとかね。バトンがいきなり棒立ちするバグとか、あ、俺ああいうの大好き。まあ、ゲームが強制終了されたり、データが飛ばない限り基本的に俺は面白いと思うんだけどね。他のプレイして怒ったりしている方々には悪いけど。ああいうバグは見てて楽しいです。大好き。データが飛ぶとね、データが飛ぶとちょっと切れるけど、そこら辺はしょうがない。このゲーム、今みたいな感じで頻繁的にセーブが入るからほとんどデータが飛ぶっていうことはないんだよね。戻されてもちょっと後ろみたいな感じかな。リドラエニグマのやつですね。あれも取ったらセーブがいちいち入ってくれるしね。あれほんと助かる。せいやー。こんにちは。おほ。メリークリスマス、バットマンに。アルフレッド。あそこね。ちょっと覚えてる。この辺通ってきた。確かあれあったよな、あんなかったよな。あ、まだいるのか。はい、オッケー。終わりかな。おお。またあの重力を無視するあれだ。これもバグなのかな。あれもすごい面白いよね。マットハッターさん、こんにちは。バーツですよ。招待されたので遊びに来ました。アリスさんはいますか。さようで。うん、リドラーのあれからな。主人様。うん、野郎にご主人様と言われて喜ぶようなやつなのか。なるほど、友達にはなれなさそうだ。しかし、マットハッターなのですが、コミックだと個人的には結構好きなキャラなんだけどな。
前作でも結構会話が面白かったんだよね。いるね。あいつ服装がオーバーコートでかっこいいんだよね。こんにちは、遊びに来ましたよ。テイクダウン。はい、テイクダウン。あそこに突っ立ってるね、また立った。どういうことじゃ。いやっと、はい、テイクダウン。こんなものかな。で、マットハッターどうするんだい？こんにちは。ですよね。早く行った方がいいぞ。叩かれるぞ、死ぬまで。聞こえたでしょうか。XP の入る音が聞こえるんですよね。いやあ、催眠術がかかるパターンだ。おい、大丈夫か？バッツに手がつけられなくなるぞ。おお。おお。またこのパターンか。スケアクローが今回はいないからな。そうか。ちょっと、また危ない薬でもやったから。Oh, 危険だな。かわいそうに。Forces of the Queen are everywhere, conspiring to reclaim her, which is why I brought you here. さようか。いや、別に死者猫でも誰でも呼んでいただければ大丈夫だと思うんですよ、タッナさん。バットマンを呼ぶっていう発想がすごいですよね、まず。さて、といったところですが、尺の問題で今回はここで一旦カットさせていただきます。次回はこの不思議な国からスタートでよろしくお願いします。ではまた次回、ホービドアでした。